はい、ということで今週も始まりました僕らのラノベステーション第7回、今回もよろしくお願いいたします。ライトノベル紹介系 YouTuber の山崎龍と、ゆきともです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は久しぶりに2人だけということでね。そうまあまあちょっと普通に忘れてたんですけどね。そうゲスト周りをね、はい、そうまあ、前回テルさん来てくれていろいろ話しましたが、今日はね、はい、2人だけということで、ゲストもお呼び後半もなしでね、はい、2人でずっとちょっとお話しする形で、はい、やっていきますんで、久しぶりですよね。めちゃくちゃ久しぶりですね。第0回ぶり。そうそれ以来ずっとゲスト呼んでたから、いや、そう、元々の予定だとね、ゲスト呼ぶの2回に1回か3回に1回にしようよみたいな話しとったはずやのに、なんか芋づる式にこうなっててねってなっとるだから、まあこれからはねゲストを呼ぶ回もありつつも、こういう2人の回もね、そうあってもいいんじゃないかってことで、そうなんかあれですもんね、ゲストの方を呼んでその作品についての深掘りもいいけれども、やっぱり今回もね、妖術の話するじゃないですか、後半で。そうですね、今日は、まあ、前半にアニメとかねラノベ系のニュース、まあ、いつも通りやって、後半はね妖術、ようこそ実力至上主義の教室への最新刊が出たので、はい、まあそれのネタバレあり感想語りをね、していきたいと思ってるんでね。なんかこういう僕たちが喋りたいネタをね、なんか適当に喋る回があってもまあいいと思いますし、こういうのもね、こういうのもともとやろうって言ってたんで。そう、うん、ゲスト呼び続けるとね、無限にハードルが上がるっていうね。そうまあそんな感じで今日はね、2人でやっていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ということでね、まず最初はニュース系というかね、一応、6月がもう終わるというところで、春アニメがね、最終回がもうほとんど、でも最終回全部やったのかな、ね、ほぼほぼね、ほぼライトノベル原作のアニメ化作品は、まあ、特に確認しましたけども、ほぼほぼ終わってるんじゃないかと思います、そんな感じなので、まあ、ちょっとねアニメ最終回特に気になったものとかの話とかしつつ、まあ、最新のアニメ化事情みたいなところも ね話していきたいかなというところで、まあ、やっぱり直近で最終回、まあ、総集編でしたけど86がね、はいはい、最終回迎えてです、ね、かなり話題になってるっていうところで、うんうん、やっぱりどうでした、やっぱ A1 の力を見たなって僕は思ったんですけど、そうですね、まあ原作一番最初の方とかは、もう原作を読んでる人たちに好かれるというか、原作を読んでる人たちを大切にしてるアニメ作品だなと思ってたんですよ、もうめちゃくちゃ丁寧だし、なんかいわゆるアニメ化作品ってライトノベル原作だと、まあだいたい最近だと原作消費スピード1クール3巻4巻5巻ぐらいがベターになってて、でまあ結構前の作品で力入れてた SAO 働く魔王様あたりでも2巻ぐらいの消費でってなってたんですけど、まあ今回の86は、まあ最近出た10巻のね過去回数とかちょっと絡めつつもですけれども、1クールで1冊かな、消費スピード基本的には1冊でそうみたいなところで異常だなって僕はかなり珍しいよね。っていうか何国にあるのだと 1.3 巻分ぐらいでゴブスレがやってました、ね、ああなるほどね。2巻の内容ちょっと時系列いじれて入れて、まあ3話2話ぐらいかな入れて、で基本的には1巻の内容で最後も締めるって感じで、はいはいはい、でゴブスレもめちゃくちゃ良かったんですよ、僕の中では。クオリティも構成も演出も、でそんな中で86もね同じような形で、特に86は僕個人としては音楽が素晴らしい。ああやっぱかっこいいよね。澤野さんの音楽もそうだし、その音ハメの映像の切り替えというか、まあ、終盤のエンディングに至るまでのところもそうだし、まあ、画像切り替え画面切り替え、まあ、そういう音楽の導入のところでやっぱり鳥肌を立たせてくれるっていう要素がやっぱ大きかったんで86は。そういったところでやっぱり素晴らしい作品だなと思いましたね。86でもあれだよね、1巻までやる、1巻ラストまでやってないんだよねアニメの方で。そういやけどね僕はあれね、ちょっとここから一瞬ネタバレ入るんで、86全く知らない人は、ね、ちょっとだけ飛ばしてください、ね、86の話もここから飛ばしてください。そうですね、はい、86の内容っていわゆる1巻のラストの内容って、本当にラストの終章の内容って、エピローグね、はい、2巻3巻の後なんですよね。そうだね、時系列的に飛ぶんだよね。そう、飛ぶから、だからテレビアニメ映像としては多分、終章だけを2巻3巻の後に持っていきたい、だから、ね、1クール目のラストに持っていきたい、つまり1クール目は基本的な1巻の内容を全てやって、
で、2クール目で2巻3巻の内容をやって、最終回の B パートで終章をぶち込むのかなっていう。そうだね。きっとそうなるだろうなとちょっと思いましたね。うん、ですよね、うん。でもなんかめちゃめちゃいいところで切れてるから、うん、これはあのアニメ見てる人にとっては、もう早く続き満たしてくるみたいな感じでね。原作の売り上げを伸ばすという意味合いでは素晴らしい効果を発揮してくれてるんじゃないかと思いますね。あれ見ちゃったらさ、ちょっと続き読みたくなるしさ、結構あの作者さんもあれなんだよね、ツイッターとかで、そうそうそう、あの原作1巻まで最後まで入ってませんって言ってるから、うん、それ見ちゃったらね、先気になって買っちゃうよね、やっぱね、うん、そうなんですよね。なんかその、うん、それこそ1巻のラストを知りたいがために、うん、斉藤くんとかもね、あの僕横にいてね聞いてたんですけど、はいはい、速攻見終わった直後に一巻のラストを読みに行きましたからね。そうか、やっぱ気になるよな、あの終わり方だからね。まあでもちょっとね気になるよね、あの時系列通りに物語を読んだ時にどういう気持ちになるのかって、原作読んでる人からしたらもう一巻まるっと読んじゃったら、うん、その間のエピソードが後でわかるわけじゃん。けどね、けど一個ネックがあるのであれば、うん、アニメ映像作品で今回の86だったら2クールあるって最初から発表しちゃってるじゃないですか。あ、だから1クールのラストでな、ね、ネタバレになるよ、死ぬってもならないですよね。なるほどね、うん、続編があるってわかるから。けど原作読んでる時の僕らって一巻で終わりだと思ってるから、大賞受賞する、そうだね、中盤でえこれで死ぬのみたいな感じの流れからの終章の、ね、あのねこのこれよこれ、そうだね、もう泣くよそれは。もう泣くよあれは。そうなんかさ、あの、うん、まさかなんかこんなにハッピーエンドというかさ、ちゃんとこうね、あのすっきりと終わらせてくれるとずっと思ってなかったからさ、それまで一巻ってさひたすら苦痛な、キャラクターにとって苦痛だったじゃん常に物語が、うん、そうそうそう、それであの終わり方っていうのはなかなかこうね、あの得難い経験をしたよねやっぱね。あれも鳥肌持ったって思い出しただけで立ってるもん今、ね、それくらい衝撃あったんやけど、けどアニメやっぱり2クール目であるっても分かっとるから、うん、だから、まあ、あの衝撃具合はやっぱちょっと薄いんじゃないかってことで時系列通りに戻したっていうのがあるんかなと思ってる。そうだね、うんうん、そこをちょっとアニメだけ見てる人がどういう感想を持つのかっていうのちょっと気になるね本当に。うん、まあでも10月決定してるからね、もうね。そうなんですよね。そうそうそう、あれだから先だとな、うん、多分一番ねずるいやり方は2クール目の放送を何も言わずに、あ、なるほど、最後までやってからの2クール目ありますっていうのが一番ずるかったと思う。そうだね、分割2クールって情報いらなかったかもね、もしかしたら。もう言わんでよかった説ある。そうだね、それありだなマジで。うん、一巻あれだけ丁寧にやってあそこで終わるのかって方が実は盛り上がったかもしれないね。そう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 、うん、だってかっこいいじゃんあのラスト、すげえ。そうだね、かっこいいからのマジえ嘘やろっていうところの感動やん、うん、あれ。そうだね、もう得難いからね、確かに。あ、分割2クールっていうのが逆にメタ的にちょっとね、発表しちゃってるから。なるほどな、それは確かにありそう。うん、まあでもよかったね、10月に決まってね。あの、うん、無職転生とかはさ、あの分割2クールって発表されてたけど結局2クール開けての、うん、ね、10月放送とかになっちゃったから。そうだね、そうそう、やっぱ1クール開けぐらいが開けぐらいで見たいよね分割2クールは。まあ、うん、正直もう欲だけ言うならそのままやってくれよって。2クール連続ね、うん、まあ2クール連続だとあれだな、あの雲ですが何かの最終回が延期になっちゃったけどね。まあね、けどやっぱ結構前の世代だとさ、うん、SO とか桜草のペットの彼女とか全部2クール一気にやってる。そうだね、うん、だからその辺でねやってほしいなと思っちゃうんですよね、ちょっとだけ。やっぱ体力的にきついのかね、もう今のところ。アニメーター不足とも言われてますしね。ね、2クール連続アニメなんてほとんどないからね、正直。確かに最近は見ないですね。うん、ラノベ原作なら雲ぐらいでしょ、多分、ここ数年でも。うん、けど雲もね、CG めちゃくちゃ使ってるから、なんとかできてる感あるなって僕は思ってるんですよね。そうだね。まあ、うん、最終回延期しちゃったから、なんとかなってないんだけどさ。いや、そう。あんだけ CG 使ってもなんとかなってないっていう。なってないってことなんだよね。うん。いや、まあ、大変なんだろうね、きっと。うん、大変だと思いますよ。
中国からの引き抜きもあるだろうしね、もう全世界もう群雄割拠みたいな感じみたいだからね。まあちょっとなんか悲しくなってきたな、話の予定が。まあそうだね、まあまあ86はそんな感じで、まあ、ラノベ原作アニメだとやっぱ86が俺的には春は一番すごかったかなって感じかな。ではここ 2,3 年の原作ライトノベルの新規アニメ、あの2期とかじゃなくて新規アニメだったらズバ抜けて1位じゃないですかね。そうだね、うん、かなり無色転生86みたいな感じかな。あ、感覚的にはね。そうか、無色転生。無色転生いつもね、アニメ原作ラノベ枠でいつもなんか頭から消えるんですよね。ナローで読んでたからじゃない。え、それもあるし、あのレベルが映画だから、なるほどね、普通のクールアニメとして認識できる。別枠みたいな感じで。そう、なんか神格化してるというか、あれはもう別ですみたいな。うん、そうだね。いつも持ってしまってるんよね、多分。うん。ああ、そうですね。無色転生と86がここ数年でもうずば抜けてて、もう無色転生は本当に神です。神だね。うん、神です。まあ、10月アニメ相当すごいことになりそうだけどね。はい、ああ、けど、正直、まだ延期起こり得るんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、僕は。それはあるかもしれない。実際夏からもね、延期2本ぐらい出てるからね、無職もそうだし。押し込み押し込みになってくると、結局人数が足りない現象は変わらないんで、そうだね。そう、スケジュールをなんとかなんとかって言ってても、やっぱ人間だからきついし、回らないものは回らないから、うん、また延期延期になってしまうと思うんですよね、うん、僕は。そうだね。それはありそうな気がする。うん、まあまあ、そんな感じでね、夏、はい、アニメがもう始まるしね。そうですね、すごいね、もう今週あともう 2,3 日経ったら、そうですね、7月の3日とか2日ぐらいから夏アニメ始まるんです。そうだね、うん、うん、いやー結構ねいっぱいあるからね、夏アニメもね、リメイクがガチで楽しみですね、うん、僕たちのリメイク楽しみだね、本当に。もうフィールさんでラノベ原作ってもう頑張ってくれるあれしかないから。そうだね、なんかあれやりたいね、夏アニメの、まあ、ラノベ原作アニメとりあえず1話が全部放送され終わったらさ、うんうん、それの感想会というかさ、あ、やりたいね、やりたいねぶっちゃけトークというかね、ぶっちゃけトークね、もうなんかそうそうそう、もうちょっと腰欲しかったなとかもあるし、そうそうそう、ここ良かったなとかね、あ、原作ファン的なちょっとやりましょうかね、やりますか。はい、あとはアニメネタっていうのだと、まあちょっと春アニメじゃないんですが、はいはい、アニメ化決定作品、あ、ありましたね、久しぶりにね発表があって、まあ新規アニメじゃないんですが、うんうん、幼女戦記の第2期が、はい、決定したということで、ね、ありがとうございます、 です。かなりアニメ第1期が2017年、はいはい、ということで4年前ですね、4年前なのでかなり久しぶりですね。まあ劇場アニメがその間に挟んではいるんですが、うん、はい、待望の第2期ということで、いやー、やっぱりね、あれ幼女戦記ってウェブでしたっけ、もともと。もともとウェブですね、ウェブ原作、ね。いや、あのあたり最近続編強いですね、幼女戦記オーバーロードで。そうだね。あと、なんかびっくりしたのが、神たちに拾われた男が。第2期決定しますね。決定したりして。うん、あ、やっぱなんか最近ウェブが本当サブスク強いんだろうなっていうのが。海外人気とかも強いっていう話聞くからね。無実に見えとる。うん、まあ、てか、普通に U-NEXT、日本じゃないですか、U-NEXT、うん、って。U-NEXT でも高いですよ。ナロケ、まあ、そうなんだ、やっぱ、うん、あのランキング見たら高いっす。やっぱりこう学園ものとかよりもなんかいろんな人が見やすいのかね、異性とかに頭空っぽにして見れるっていうのとあと今のニーズに合ってる。あ、なるほど。あのやっぱり今世間的に、今世間的にというかここ 5,6 年は、うん、なんか誰かが似たようなツイートしてたんですけど、うん、なんかやっぱり景気もなんかめちゃくちゃ上向きにいってるというわけではないし、なんか現実を見せられるような社会じゃないですか、うん、なんと言ったらいいんだろうな、その失業率が高いとか、うん、あの企業縮小してなんか人員削減するからリストラ率が高いとか、うん、就職がしにくい世の中だとか、やっぱ下向きじゃないですか、コロナもあるしね、うん、だからもう何も考えなくて現実逃避できるっていう意味合いの作品は重要だと思うし、うん、まあ、そういう揺り返しっていうのかな、なんかどん底から這い上がっていくっていう傾向の作品がやっぱ強いから、今はだからこそその時期に出てきて鬼滅の刃とか呪術廻戦とかそっち系の作品が人気出てるとも言われてるし、進撃の巨人とかね、加速したんじゃないかみたいな、うん、なるほどね、絶望から始まってくる主人公がこう成長して成り上がって幸せをつかむために、てかあれ全部テーマ冷静に見たら普通に戻してるだけなんですよね。なんかそうだね、マイナスをプラマイゼロに戻してるだけでプラスにする物語じゃないんですよ。
そうだね、なんか失ったものを元に戻す話が多いからね。鬼滅なりね、鬼滅ならね、妹を人間に戻すっていう話だからね、うん、そうなんですよ、うん、で進撃もまあ言うたらテーマ性的には近しいじゃないですか。そうだね、そのマイナスをゼロにするというか、うん、まあ、自己完結みたいなところもありますけれども、そこら辺にやっぱ感情移入できるんだろうね。なんかやっぱり日本って結構さ災害も多いしさ、まあ、コロナもまあ全世界規模だけどさ、うんうん、やっぱ日常を取り戻す物語みたいなものはやっぱ共感普通にできるよね。多分マイナスのスタートの主人公っていうのに対して僕たちが今、うん、特に日本人がなんか、まあ、世界もそうかもしれないけど、うん、コロナの影響とかもあったから、うん、やっぱりすごい寄り添っちゃうんだろうね。そうだね、気持ちが、うん、やっぱまあそう考えると幼女戦記なんかかなりタイミング的にはいいんじゃないの、ね、あれこそ本当に神様に奪われた話だからね。なんか第二次世界大戦、第二次か第二次世界大戦的なね、あ第一次か、 あの時代は、うん、第一次ですね、うん、第一次世界大戦的なのに巻き込まれてる話だからね。そうですね。そう、なかなか、まあじゃあ今後もまだまだそういう系統が人気になってくるのかね。そうだね、まあけど多分景気が上上りになってきたらなんかもう頂点目指そうみたいなのがまた流行ると思うんですけど、ね、ポジティブ寄りな感じ。なんか一世代前のジャンプ作品の、うん、あのワンピースとか、はい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 、その海賊王に俺はなるみたいな、ね、なるほどね、頂点を極めるみたいなね。ナルトの木陰を、え、なんだっけ、木陰、木陰を目指すとか、うん、そのまあ頂を取りに行くというか、そうだね、そっち系にフォーカスした作品が、まあ、また来るとは思うんですけどね。なるほどね、やっぱ時代ってなんかループするじゃないですか、そうだね、流行りって、うん、そうそう、まあ特にラノベはね、ラブコメブームが若干落ち着きを見せてるような感じがあるから、うん、なんか次のね新しいステップみたいなものもなんかちょっと求められてる感じはあるからね、うん、まあけど今はね、うん、なんかちょっとどん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 分かりやすさによってってる傾向があると思ってて僕。そうだね、それはあるね、作品も何もかもが、うん、あの漫画もそうらしくて今ちょっと分かりやすさによってってる、うん、けど分かりやすさってある意味で僕いいと思うんですけど、うん、ある意味ね小説ライトノベルという媒体においては若干もったいない節もあると思ってて。そうだね、文章せっかくたくさん使えて密度濃くできるからね小説は、ね、そのいわゆるなんか漫画で雨が降っているって一描写があるとしても、うん、その雨がどう降っているかどういう状況で降ってるかってだけでなんかそこの世界観の中でいるキャラクターがどういう気持ちになっているのかっていうのを間接的に表現できてたり、うん、あとは読者の想像力に起因してやっぱ感じ方が一つ一つの景色だったり状況そのものが変わってくるじゃないですか。そうだね、その膨らみ、うん、そういう膨らみっていうのが小説の良さであり文章の良さであると思うんですよ、漫画との差別化のところでね、うん、けどそれがどんどん分かりやすさにこうシフトし続けてしまうともうそれは漫画でいいんじゃないかなって思ってしまう。そうだね、うん、最近はやっぱりなんかもうスマホなりスマホゲームなりもいっぱいあるしね、うん、いろんなコンテンツがいっぱいあるから軽く読めるものを重視する傾向がかなり出てるよね、ユーザーにとってもね。わかるんですよ、もうみんな忙しいし時間ない中で、で、ね、まあ、時間あったとしてもいっぱいのコンテンツを消費したい、だから分かりやすくて、うん、消費しやすいコンテンツによってしまう、それもすごい痛いほどわかるんですけど、けどやっぱり差別化大事だなって、あの特に最近講談社ラノベ文庫が全部マガポケでコミカライズ連載したら、うん、もうマガポケは全部人気が出るんですよね、めちゃくちゃ、うん、そうだからやっぱり分かりやすさ追求してるラノベだったらもうそれ原作にして漫画最初から出した方が売れんだなって思ってしまっていや確かにそうだろうなってう、ね、もう差別化が図れてなくなってる、うん、ただの漫画の原作に近づいてる。なるほどね、まあ確かにな、なんかやっぱ要は小説らしい楽しさをねちゃんと体感させてくれる作品をやっぱ読みたくなるからね、うん、そうなんですよね、だってそれだったら漫画でいいもん、うん、そうだね、うん、確かにそう思っちゃう作品もやっぱ中にはあるからな、うん、漫画で見たいみたいなね、そう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 、うん、確かにな、なかなかそういうものが出てくる、まあそういうものが出てきてちゃんとヒット作としてねやっぱり確固たるものができればより増えてくる感じはするからね、うん、やっぱそういう作品で日の目をいっぱい浴びる作品がねちょっと出てきてほしいなっていう気がしますね。ですね、本当に、うん、確かにな、まあ
なんだろうな、千歳君はラムネビンの中とかかな、俺の中でのパッと思い浮かぶやつはね。まあそうですね、それこそ小説らしい面白さっていうかね、小説らしさっていう意味合いでは、まあそれこそね、あの終盤のオレガエルとかもそうですしね。ああそうだね、うん、小説らしさというか、もう文章を読んだ人によってやっぱり感じ方も、その引き換えの心情の寄り添い方もやっぱ変わってくるし、うん、捉え方も変わってくる。なんか抽象的な表現を使うことで、まあ、結論とか考える流れとかも読者になんか委ねるというか、うん、まあ、まあそういうのもなんか良かったなと思うし、そうだね、まああれだね、最近あの俺ガエルもね、あの続きがなんか出そうだみたいなところも ね、話題になってるし、まあ9月かな、9月に俺ガエル、はい、ケツでいいのかな、はい、あれはな、うん、多分カンがアニメでやったのケツだからケツですかね、ケツですね、うん、っていうのがね、あの9月にガガガ文庫から第1巻が発売されるってこともね、うん、発表されましたし、そうですね、そうそうそう、なんかあれですね、もう一個ぐらいなんか続き、まあラノベかどうかわからないけど、うん、出るっていう話もなんかね軽く出てたんで、うん、そうですね、そうそうそう、まあ、うん、てか最近あれ多いじゃないですか、まあ終わった後のアフターで全ヒロインルート書くみたいな、リフルートね、あのお礼芋とかね、そうお礼芋もありますし、あとはあのイノバトラー日曜系の中でも最終巻全部それやったり、ああはいはいはい、はい、であと僕たちは勉強ができない、これ漫画ですけど、そうだね、まあ、こっちもなんか全ルートヒロインのルートをやるみたいな感じで、うん、っていうのもやってて、最近こういうのが流行ってる傾向があるので、確かに、そうだから、まあ、これもね結局俺がやるってヒロインっていうかキャラクターの魅力がすごくて、全員の推しファンがいっぱいいる作品だから、うんうん、だから商業的に見てもファンの感情的に見てもあのユイルートイロハルート、それこそ川崎ルート広塚ルートとかやっても、うん、多分人気出るし、そうだね、うん、まあ、全然あるんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ俺がいるケツに関しては、まあ、ユイガハマルートっぽいっていう話は出ててね、うん、僕は俺がいるなんとかさんルートみたいなの欲しいですけどね、なんとか、あ、なんとかさんルートね、川なんとかさん、なんとかさんルートね、はい、確かに好きなんで僕、そうだね、あれはいじられキャラになっちゃってるけどねだいぶね、うん、俺はイロハスルートは見てる、いやいや、もうそれはもうもちろん必要だと思います。あ、まあ結構ねゲームは出てるけどね、やっぱり小説でね、渡り渡る先生の文章で読んでみたいっていうのはやっぱあるからね、うん、ありますね、まあでもなんかね、俺がいるケツもね前々から発表されてたけど、ラノベで出るって決まってよかったね、うん、本当に、そうですね、うん、まあ僕たちからしたらもう万々歳です、うん、まあまあ、うん、そうだね、なんかあのナンバリングでも1って入ってたから、多分、まあ、数巻出るんだろうね、数巻は出るんじゃないですか、ね、だからどっかから分岐するのが、うん、多分そうだと思うんだけど、ね、一番妥当というか、うん、一番使われてる、そうだね、なんでやるとしたらね、あの絶対あの海浜公園だったっけ、あの水族館行くところ までの段階でルート分岐しないと、手前だろうねきっとね、それより手前で分岐しないと無理だから、なんかあの特典小説で若干ユイがは、あのユイルート的な方に寄った小説はあるから、なんかそれをもしかしたらうまく書き下ろして調整してやってくるのかもしれないけどね、確かに確かに、いやけどね、これもまだ悲しいのが、一人が救われるルートを書くと他の人たちが悲しい思いをするというまあそうだね、確実にそれはまあしゃあないけどね、しゃあないけどね、それはもう、うん、まあいいんじゃないの、ガハマさんもちょっとは報われてまあまあまあ、そうそうそう、どうせあれだからね、あのユイ、僕もともと雪の推しではなかったんですよ、まあまあ、ユイ推しでもなかったんですけどね、うん、あの別にあれの感じはなかったんですけど、途中ぐらいから読んでて、ね、なんだこの可愛い生物はみたいな感じだったんで、うん、どうせユイ読んだらユイ読んだでな、いやけどね、なんかユイが泣いてるところでなんかもう僕泣いちゃったんですよね、ラノベ読んでる時、そこら辺はやっぱもうさ積み上げてきたものがあるからさ、ずっとユイママの包容力がやばい、マジであれはユイママいいよね、ユイママいい、マジでユイママと付き合いたい、ユイママルートマジでやばいね、それは。あれはいい、でも需要ありそうだわ。あれはいいよ、本当に。あれはいい。ママミがある。ママミね。まあ、俺ガエルも
なかなか終わるようで終わらずという感じで、まあ、ファンは しばらくね楽しめそうな感じなんで、はい、はい、かなり良かったかなというところですかね。はい、はい、楽しみですね、結論、うん、はい、もう9月ですからね、あと2ヶ月ぐらい早い、うん、2ヶ月、うん、はい、ということでね、はい、あとは、まあ、最近のニュースでちょっと話題になったものだと、はいはい、あれですね、角川スニーカー文庫の刊行の、何回もねうちのチャンネルで出てる、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、アーリャさん、はい、これが、鈴宮春日の、第2巻の初版発行部数と、うん、まあ、そのアーリャさんの第2巻が、18年ぶりの快挙で一緒になりましたよっていう、なんですかね、ニュースリリースみたいなのが出てます。これ半分フェイク発表というか、なんか騙しに来てません？なんかなんか遠いよね、ちょっと春日まで。合ってんだよ、合ってんだけど合ってるんだけど、いや、その言い方したら春日の累計発行部数みんな想定するよみたいな。そう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 、ってなる。そう、俺最初びっくりしたもん、あの春日ってさ、なんだっけ、驚愕とかがさ、うん、1巻50万部とかでさ、あ、なりました、ね、出てたじゃん。で、なんか1、2巻上下巻かなで出して100万部みたいなでニュースになった時期があって、うん、それを一瞬思い浮かんじゃったからさ、って思ったら、よく見たら2巻初版発行部数が一緒っていう。でもすごいんだと思うんですよ。すごいと思う。すごいと思う。で、春日って当初出てた時ってラノベがそう盛り上がってて、まあ、ね、売れる、今よりは絶対単体で見た時に作品数が出てないから売れる媒体だったと思うし、うん、で、考えた時に、いや、すごい快挙だとは思うけど、発表の仕方よ。そうそうそう。なんか、春日まで繋げたなと思ったね。そう、もう無理に言ったやろ、みたいな。まあでもさ、こういうしたたかさはさ、結構重要だなとはちょっと思った。まあ目に入りますから、とりあえず。そうそう。なんかさ、なんだろう。甘んじてさ、ただの、なんか重版、初版部数たくさんすりますよっていうより、うん、これぐらい露骨に人気作品をつなげてくる方が、なんか、必死感伝わってくるよね、かなり。そうですね。うん、もうそれこそなんか、なんとかの最新刊の、何分の1の発行部数ですそれデメリットになっちゃうマイナス。いやけどこんな売れてる作品の半分も出すんすよみたいな。まあそうね、うん、そうそうそう、まあまあそうそう、まあでもね、やっぱり人気作品をはこうやってやっぱ積み重ねていかないと作れないんじゃないのかな。まあまあ、いやけどアリアさん本当に2巻勝負だからな。2巻勝負だね、間違いなく、うん、であれですよ、これちょっと話飛ぶではないけど飛んでるのかな、うん、ロシア語つながりでしょ、今月また出るじゃないですか。あ、出ますね。この講談社ラノベ文庫から出ますね。一応タイトル言いますか。出版社の闇みたいな、いや闇ではないけれどもお狙ってんなみたいな、いきますね、タイトル、はい、日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは多言語マスターの俺一人。はい、いやロシア美少女ネタかぶせてきちゃうのかというところですね。まあもともとどちらもウェブ原作なのかな、うんうん、ウェブ原、この多言語マスターはナロー原作で、うん、アーリアさんは一応ナローでもなんか外伝かなんか、ね、よくわかんないけど、うん、まあ出てるっちゃ出てて、架空、うん、なのかな、なんかもともとの情報はちょっとわかんないところなんですけど、うん、まあまあどうなるんだろうね。ロシア要素かつ主人公が、まあ、ある種翻訳じゃないけどヒロインの言うことが分かるみたいなポジションに、まあ、多分中身読んだら全然違うと思うんだけど楽しみ方もね、きっと多分パッケージングの部分とか今だったらこの作品拾えば売れるっていう編集部の意図はあるだろうなっていうところを、うん、まあ、僕とゆきともさんとてるさんでね、喫茶店で話してめちゃくちゃ盛り上がるというそうだね、うん、なんかどうなっちゃうんだろうねって思ったよね。これを今このタイミングで出すことによってなんか作品にとっていいプラスに働くのか、良くも悪くも確実にアーレさんと比較されながら読まれる。そうだね、まあ、それは間違いない 100% これは、うん、それを意図してやってんだから、うん、もうそれはどうなのっていう。そうだね、もう甘んじて受け入れるしかないよねそこはね、うんうん、まあ、でもそれでも出すと決めたっていうことは、まあ、なんか賞賛が編集部としては
ね、あるってことなのかな。絵面的にも面白いって思ったのがコミカライズ、安定にマガポケで同時連載スタートなんですよ、うん、あ、なるほどね。だからそっちの流入を取りに行ってんのかなっていう。なるほどな。講談社の強みですねこれは。そうだね、講談社は最近そのスタイルやっぱ強いもんね。強い、うん、人気が取れる確率があるちょっと分かりやすい作品はもうコミカライズ一気に出しちゃう、うん、なるほどな。それやっぱ大手出版社の強みだよね。まあ、まあ、三大出版社ですからね、うん、そうだね講談社はそうだね。なんかさ、三大出版社って実は今までさ、まあガガ文庫はまあそうでもないけどさ、うん、まあちょっとパッとしないってパッとしなかったじゃん正直。なんかあのラノベだけで言うなら、ね、そうそうそう、ラノベだけで言うなら全体で言ったら集英社も講談社も小学館もえげつない、えげつないよ、だってえげつない出版社だけれども、やっぱりラノベは 75% ぐらいシェア株価だから。そうそうそう、そうだね、そうだね、そう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 。だからなんかまあコミカライズとかね、別媒体との組み合わせって新しいね、あの武器にするっていうのはまあまあわかるけどね、うん、ダッシュ X やれよ最初から。ダッシュ X もっとラノベ力入れてギャンプコミックスプラスでやれよ。いや、あれですよ、あのダッシュ X はあのちょっと厳しいっちゃ厳しいけど、うん、あの集英社のライトノベル部門としてはあの鬼滅のノベライズがあるから。そうだ、そこ行ってマジでそれ ちゃうやん、漫画からの逆流入、逆流入。あれ一応ラノベ扱いするならものすごい売り上げ高いからね。いや、それやったらだって昔からよ、リボンだってノベライズかもしてたし、そういう系いっぱいしてるから、ブリーチとかね、ブリーチとかもしてるし、うん、で多分呪術回戦もするじゃないですか、どうせ。そうだね、うん、そうだから呪術回戦もしてる、しかもかなり売れてる。あ、してんのか。してるしてる、うん、それ知らなかった。まあまあまあ、だけどそんなんさ、せこいって。ダッシュ X 文庫で戦えと。ダッシュ X で戦ってくれ。そしてあのコミックスにできるものがあればジャンププラスに引っ張ってってくれと。そうだね、うん、それはかなりねいいやり方だよねきっとね。まあ漫画で満足してる人がどんぐらいラノベに来てくれるかっていうところはまあ難しいところですよね。まあ概算 0.5% いればいいんじゃないですか。そんなもんなんかな。いや、そんなもんでしょ。そんなもんか。1ないぐらいじゃないですか。 1% もいないでしょ、ね、100人になって漫画読んでて、のその漫画がラノベ原作だよっつって行くと思います、うん、1人行かないでしょ。てかなんならさ、コミカライズの出来が良すぎてさ、うん、コミカライズでいいまであるよねきっとね、読んだ人。あの正直ラノベ読んでる時もね、たまにコミカライズの方が面白いやつあるんですよね。あると思う、俺もそれはちょっと感じる。分かりやすく書いてるから、そのラノベ自体もセリフがめちゃくちゃ多くて、割合が、ね、うん、7、8割のセリフで、その字の文の良さとか、うん、小説だからこその良さがほとんどないやつあるじゃないですか。別にこれは悪い意味で言ってるんじゃなくて、うん、分かりやすさっていうとこね、分かりやすさを追求してっていうところで、それいいと思うんですけど、それをされると情報量が絵がついてる方が多くなるんですよね。その多い上に理解しやすいからね。ほとんどセリフっていうものがセリフついた状態に絵がつくから。そうだね、純粋によく分かりやすくなるんですよね。じゃあもうコミカライズの方が質上じゃん。そうなんだよね。あ、まあ、特にさ、なんだろう、異能バトルとか、まあ、バトルファンタジー系の作品がやっぱ多いからさ、うん、例えばモンスターのビジュアルとかさ、そう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 、魔法のさ、なんかこう視覚化というか、そういうのはやっぱどうしてもさ、コミカライズの方がやっぱ強いからさ、うん、やっぱそこで満足しちゃうところは結構あるよね。いやけどね、うん、うまくやれてるやつやれてるんですよね。ダンマチとか特に、だって映像版よりも漫画コミカライズよりもラノベの方がいいっすもん。どこ、やっぱキャラクターへの心情の深掘りの部分なのかな。そこもあるし、やっぱ文字で伝わってくる熱量じゃないですかね、うん、その例えばベルが歯を食いしばってこう、うん、手の拳をこう握ってるシーン一つでも、うん、文章から伝わってくるベルの感情の量と、この葛藤と何やらがもうぐわーってきて、もうなんだこれはって描写としては2秒ぐらいなんですよ、たった。そうだ、ね、2秒のこととかもしんないけど、映像にしたら、うん、もう読んでる時涙が止まらんみたいな。そうだね、やっぱそれ小説の強みだよね。あの漫画ならさ、小回りしなきゃいけないからさ、そうそうそう、なんかこう時間かけられないじゃん、一つの描写に、うん、長々とさ、そうそうそう、小説って割とそこにさ、もう現実なの、作中の実際の体感時間無視してさ、うん、ガンガン深掘りして、ね、一瞬の 2、3秒のシーンでもさ、何ページもかけてさ、かけられる
られるからさ、精神に強いですね。そうだね、それはあるよね。黒子のバスケとか知ってます、うん、読んでました、うん、読んでる読んでる。あの緑間慎太郎がブザービートの時に残り2秒ぐらいで、はいはいはい、あのバスケットボールという競技はみたいな急に喋り出してあの2秒の中でめちゃくちゃコマ使ってはいはい、はい、こんなことあるかよみたいな、みんなに突っ込まれてたじゃないですか、うん、けどラノベで多分あれ文章として起こしたら誰も突っ込まないんですよね。そうだね、視覚化されてない分なんか違和感ないからさ、過去回想とか入れてもさ漫画ってリズム崩れたりするからさ、そう、そういう意味でやっぱ小説の強みっていうのはもしかしたらそういうとこなのかもね。だからなんか媒体の差別化をするのであればしっかりと作品もなんか差別化ちょっとした方がいいんじゃないかなとか思ったりもする。そうだね、いやなかなかレベル高いけどね作者の方すげえ大変そうだけど、確かにね、まあそういうのができる作品がまあラノベで伸びていく、まあ、かつコミカライズとかでもうまくね伸びて相乗効果で伸びていくっていう感じなのかな、はい、いやなかなか深い話ができましたね思ったところと全然違う方向に行ったけど、結構確かに思いついたこと適当に喋っただけやからここ割となんかいい感じにまとまったわなんかもうちょっとなんかいろんなはっちゃけた話で方向変わるかなと思ったら全然真面目な話になったわ、うん、そんな真面目真面目言わんでやはい、まあまあまあね、はい、そんな感じで、まあ、最近ニュースもいろいろありましたよっていう形でですね、まあはい、今日はアニメネタと、まあ、最近のニュースネタを取り上げたというところで楽しい楽しい、はい、時事ネタコーナーとしては、まあ、こんなもんですかね。はい、はい、じゃあもう一気にいっちゃいますか。次のコーナーに、ね、もうちょっと視聴者さんごめんなさい、厳選されます、はい、読んだ人だけ残ってください。そうですね、はい、ようこそ実力至上主義の共通性、4.5 巻が、あ、そういうことかびっくりした、ようこそ実力至上主義の共通性って迎えてるんだ、俺が迎えたみたいなようこそっつって、まあ、ようこそっつってはい、まあ、4.5 巻が6月25日に発売になりましたということで、うん、まあ、先週ですね、はい、はい、ということで、まあ、これがこのラノステが配信されてるのが30日なんで、まあ、うん、結構もう読み終わってる人もいるだろうというところ で、ね、もうネタバレありでちょっと感想を2人で語り合っていきたいなっていうところですかね、まあまあ、お互い感想考察動画も上げて尋常じゃないぐらいコメントが来てるので、そういっぱい来てるコメント、本当にもうね、もうわけわからん考察から ありえるなって思う考察からっていうのいっぱいあるんですけど、そうそうそう、情報の確定要素が少なすぎて、そうだね予想の域を出ないのがやっぱ俺もなんか考察動画作ったけど、うん、推測に推測重ねてるみたいな感じで、前提条件に推測を1個入れないと前提、そうそうそう、推測が立たん、そうそうそうまあなんちゅうかね、まあ先にあれかな、感想をちょっとお互いにちょっと話しながら、どんな感じになっていくのかみたいな話していきますか。どうぞどうぞ先に。俺ね今回かなり良かったよ。おお、はい、うん、俺なんならね前回の無人島試験編の後半より今回の方が面白かったかもしれない。うん、ね、あもう僕の担当だからいいや。うん、あいい、まあ、あのねやっぱね前回はね暴力が多すぎたわ。暴力要素で問題解決がやっぱ多かった正直、うんうん、でまあ、今回に関しては、まあ、頭脳戦こそなかったけどなんかこう、うん、裏で動いてるキャラクターの描写がいっぱいあって、余裕ならではのね、そうそうそう、うん、綾小路とかもそうだしね、うんうん、そうそこら辺のなんか描写もいっぱいあったから、なんか頭脳戦じゃないけど、うん、頭使ってるなっていうのが分かって、なんかこっちの方向がやっぱ俺妖術は好きなんだなってちょっと分かった気がする今回で。なるほど、うん、あとまあヒロイン周りもいろいろあったしね、っていうあったしね、うん、ホワイトルーム性周りとかもねいろいろあったっていうところで、うん、まあそれはのちのち話していこうかなってところですが、まあ全体的にかなり良かったですね今回、はい、うん、あじゃあちょっと喋っていいですか僕。いいっすよ。僕はね点数だけで言うと100点満点中100点なんですよ、うん、本当に、はいはいはい、素晴らしいなんですけど、うん、僕妖術に対しての要求が高すぎて、これは無自覚にじゃなくて意識的にのところが強いんですけど、僕の中での妖術の全盛期っていうかもう本当にえぐいなってなってるのが、うん、7巻10巻2年生編の1巻なんですよ。龍炎ボコスあたりで、
最初あの辺の衝撃とあの興奮と鳥肌がもう多くて、もう宝泉の下りもそうだけど、でもう駆け引きもそうだし、なんかえぐくてその辺が、それが120点なんですよね、言うならね。だからあのドアが開いても僕は多分感想考察動画でその域に達した時以外は何かしらぶつくさ言ってる。あ、なるほどね。ちょっとは言ってる。あの、ね、いやまだここから、めんどくさいファン。え、そうそうそう。めんどくさいファン。いやここからだからみたいなこと言ってる。ね、あの別にけなすことは全くないんだけど、ここからもっと上がるからみたいな。ね、もっと期待しろみんなみんなみたいな、ここから。ひたすらハードルを上げていくみたいな。そうそう。あ、ただ一言で言うとめちゃくちゃ面白かった。うん。あのちゃんと今までの天五感。7.5 巻、1年生編 4.5 巻、7.5 巻、11.5 巻と、同等かそれ以上にあの情報量の密度も多かったし、そうそう、あの考察要素っていうのもたくさん入れてくれたから、うん、今後の物語の展開につなげてくれるという上では、うん、幼児の中だったら2年生編の最初の 10.5 巻としては、うん、もう素晴らしいの一言に尽きる一冊だったと、うん、思う、うん。なんかあの、丸 10.5 巻って書いてるけどさ、うん、ほとんど本編つうかサブエピソード的な感じもあんましなかったよね、正直。なんか天五巻は一応長期休暇の話だけであって、別にサブエピソードってわけじゃないのか。サブエピソードではない、あの、うん、天五巻以外は基本的にあの楽器の特別試験とかをメインに描いてるだけであって、そうそうそう、なんか全然、なんならホワイトルーム生分かっちゃったじゃんみたいな今回でね、うん、あれは結構けどね、なんかあっさり出しすぎて僕もなんか頭ハテナなんですよね。そうだね、うん、なんか、なんか次ぐらいまで引っ張んじゃねえのって思ってたら最後にヒュッとね出てきたっていうところで、うん、けど後書きであの平松先生が、うん、ホワイトルーム線分かってたでしょ、そう分かってたんですよみたいな、分かってたでしょ、うん、みたいな、いやここからが物語のスタートなんですよみたいなこと書かれてたから、うん、だからそのホワイトルーム生が誰かというところがもうめちゃくちゃネタバラシがえげつない驚きがあるみたいなところではなく、うん、でしかもあれをわざわざ後書きで書いてるところから、うん、いやミスリードなんじゃねっていう技、いやなんか俺は考察動画の中で書いたけどなんかもう一人ぐらいいてもおかしくねえんじゃねえかっていう気はちょっとした、というかあのマジのマジのミスリードで、あの常に偽物のその答えを永遠に用意し続けて、なるほど、ね、誰かの隠れ蓑に誰かを使い続けてる気しかせんのよ幼児読んでる時って、それ分かる俺も、あのさ4.5 巻もさ、なんか一回さウトミヤの方にさなんか被せてる的なさ雰囲気あってさ、その後さあっさりヤガミって分かっちゃったからさ、うん、はあ、バラしちゃうんだと思って、なんか中盤あたりでちょっとウトミヤっぽく見せたのに、あいやなんかねみんなの考察通りすぎて僕怖いんですよ、そのウトミヤがめっちゃいいやつで椿をかばってみたいなのも考察通りだったし、ヤガミの今までの下りも全部考察通りだったし、そうそうそう、で甘さ一家の行動も大体考察通りだった、うん、そうだね、全てが考察通りすぎて、おいこれ絶対衣笠先生わざとやってんだろみたいな、そう見えるようにやってんだろみたいな、こっからなんかもうね予想上回る何かを仕込んでる可能性はかなりあるよね。てか予想上回るっていうかもうわざと騙しに来てんじゃねえかなと。わかりやすいように餌を巻かれるみたいなね。そっちに行けよ行けよみたいな。そうだね。まあまあまあでもホワイトルーム性周りはまあ引っ張りに引っ張ってたからね、正直ね。うん、まあそろそろ一旦もう誰かっていうのはまあ一旦ちょっと落ち着けて、まあガチンコバトルに行くのかどうかってとこですけどね。やうん、どうかな、ヤガミちょっと俺小物感感じて仕方ないんだけど若干、うんうん、てかヤガミはけど天沢一華が、まあ、ホワイトルーム生で同じっていうことで、まあ、面識もあって、まあ、しかも、まあ、自分より強いって認めてるから、そうだね、だからヤガミが本当の実力者っていうのもほぼ確定でいいと思うんですよ。そうだね、それに関してはもうあの会話から察するに、うんうん、だからゾウのホワイトルーム生ではないかもしれないとか言われてるけど、僕はゾウのホワイトルーム生ヤガミでいいと思うんですよね、うん、割とそうだね、なんかこれ以上なんか、うん、無理がある気がするんですよね。ヤガミが違う、ヤガミがホワイトルーム生じゃないはちょっと無理筋かなという気がした、うんうん、だからゾウのホワイトルーム生イコールヤガミはもうそれでいいと思うんですよ、わりかし、うん、それでいいと思う俺も、うんうん、でその後にけど天沢も言うならホワイトルーム生だけどホワイトルーム生じゃないみたいな描き方してたじゃないですか。そうだね。でもね、うん、僕天沢除名した理由わかんないんですよ。そうだね。だけどあの
ホワイトルーム側だから八神にとっても月城にとっても芝にとっても、うん、甘さは除名するメリットがないんですよね、マジで。そうだね、まあ反乱分子だから除外しちゃうっていうのでもいいけど、反乱分子だったら何かしらの制限を設けて首くくりつけた方がいいし、それこそ力で押さえつけてもいいし、うん、なんつったらいいんだろう、その野放しにするメリットが何一つない、うん、そうだね。っていうかさ、ホワイトルームって除名ってあるの？ あるんだね要は抜けていいの、あの組織って。いや確かね、なんかどっかの間でホワイトルームはあの失敗作もデータ調査のためにみたいなあるっていうふうにさんが言ってたから、あ、なるほどなと。データ分析のために一応まあなんか普通に生活はさせてくれるってことだからね、監視は多少入るにしてもって考えるとさ、あれなんだよね、ホワイトルーム除名者がさ何人かまだいいんじゃねえかなって気がした。けどね、僕はその展開だけはマジでやめてほしい。マジでそんなんやりだしたら、もっと優秀なやつイコール元ホワイトルーム生とか、もうむちゃくちゃじゃん。ホワイトルーム生の価値がね、もう。そうだね。うん。まあ、なんか一人二人ぐらいいるんじゃねえかなと思ったけどね、ちょっと。まあ、そいつがメインになるとかじゃなくて、ホワイトルームを引き出させるための、なんかちょっと蒔絵的なね、キャラクターとしては出てくるんじゃないかなと思ったけどね。まあね、あのホワイトルーム生ではないって断定していつも喋ってるけど、神崎がね、あの綾小路パパのあのセリフを復唱したところがあるから、ね、もう絶対、うん、絶対なんか絡むよ、絶対絡む。神崎ホワイトルーム除名者疑惑はちょっとあるからね。ホワイトルーム除名者か分かんないけど、関係者と別にホワイトルーム生としてじゃなく、そうだね、だから境薙みたいな感じでホワイトルーム生じゃなくても関係者の関係者みたいなね、可能性あるじゃないですか。それはある、全然。だから神崎何かしらのやつだと思うんですよね。神崎は何かあるでしょうね。そう、でその神崎が石神に対して危ない危険みたいなのを言ってるから、そうそうそう、またな、石神もなんかあんのかよみたいな。そう、あれ石神ってさ、あれ漢字どっちなの、石神と神の字さ。もともと神でしたよね。もともとあの神様の神。そうそう、だから僕そのままやっちゃってたんですよ、今回の考察を。今回の 4.5 巻だとさ、上の上になってるらしいですよね。そうそうそう、だから僕、あ、そうなんだってなって、そうそうそう、あれこれ誰だっけと思って調べたら、あ、あ石神、あ、あでもなんか下の名前同じだし、まあ、どっちか5時なんだろうなと思って、うん、まあ、けどあの行実は5時あるあるなんで、あるあるだね、はい、あのキャラクターいっぱいあるからね、うん、慣れてるからもう別に漢字はどうでもいいから、もう同一人物なんだって認識さ、うん、さえできればもうそれでいいかな。なんかさ、ホワイトルーム生なんじゃねえのって思っちゃった俺、石神。けど伊吹が体見た時に運動できる体じゃねえみたいに言ってたじゃないですか、うん、 あれ入れる、ホワイトルーム生やったら。そう、ね、わざわざなんだろうね、難しいけど、あれをわざわざ入れるっていうのはホワイトルームセじゃないっていうのを示唆する意味合いでしかないと思うんですよ、僕は。俺さ、あのさ、あの八神と文字が似てるネタあったじゃん、あるね、あの、あれ何のために入れたんだろうって思って、なんかね、僕の視聴者さんが僕に送ってくれたやつは、なんか八神とその石神すり替わり説みたいな、すり替わり説、うん、なんかね、ちょっと待ってくださいね、 DM 今見るわ。あなるほど、なんか面白そうだな。ちょっと読みますね。あの想像に近いけれども、9巻の電話の相手が八神で、さらに、あ、じゃあ石神で、さらに石神の本当の名前が八神なんじゃないか、うん、八神が堀北櫛田と同じ中学だった、八神の名を石神から借りて使っている、だから今の現石神が櫛田堀北と同じ中学だった、なるほど、八神なんじゃないかみたいな。なるほどね、名前使っとるだけなんじゃないかみたいな。なんかさ、先生かなんかがさ、どっかであの子見たことあるような気がするみたいな、篠宮さんでしょ、そうそうそう、言ってたから、うん、ああなるほどね、それちょっと面白い考えかもね、うん、面白い考えかもしれないんですよね。何のメリットがあるのかパッと思い浮かばないけど、いや、あのね、名前入れ替え、けど入れ替わりだとしたら、うん、だ石神っていう名前の八神がホワイトルーム生ってことじゃないですか。そうだね、本当けど天沢一が拓也って呼んだんですよね、確か。そうだね、言ってた。だそんなこと2人でいる時にわざわざ呼ぶかっていう、は呼ばないかな、でしょ。だからそこもちょっと違うのかなと思う、うん、けど石神が八神と文字似てるわ、神崎に危険分子として見られとるわ、うん、星野宮先生に過去に見られたとかいうわけのわからん情報もあるわっていう、そうだね、で神崎と関わってるわっていう、は、ね、なんだよ石神くん、いきなしさ出てきてさ、うん、なんかいろんな謎を撒き散らかしてきたよね、本当に。差し絵ねえしね、
そうそうそう、まだキャラデータ出てないからね、どんな感じかもちょっと分かんないけど、まあなんかでも強キャラっぽいオーラすごいよね、かなり。石上くんでしょ。石上くん、石上くんね、 1A のリーダー的なポジションっていうのは分かってるからね、うん、石上くんな。あとなんかさ、ホワイトルーム生ってさ、名前漢字とかにさ、なんか神様の神とかさ、天沢なら天とかさ、うん、なんかちょっとさ、あと数字でしょ、上を想像するようなさ、 あと数字っすよ、めっちゃ数字、うん、結構なんか統一感は持たせてるような気がするんだよな。まあね、あの宝泉も宝ですからね、うん、そうだね。まあ清高っていうさ名前もさ、うん、まあ高いっていうところでさ、うん、あの上をなんかね、上に立つものという意味があるからさ、なんかそこら辺、そうだ、じゃあなんで宝泉の話したんや今わかんない。ちょ、ごめんごめんごめん。光線は関係ないけど。ホワイトルームセン関係ない。うん、けどなんか、そうそうそう、けどね。なんか神崎もさ、神入ってるしさ、なんかそこら辺統一感あんのかなとか、ちょっとね、ミスリードっぽい気がするけど、かなり。うん、僕ね、けど、椿桜子のなんか、パーフェクトエデュケーションだったっけ、パーフェクションエデュケーションだったっけ、うん、なんか、あのなんか、花言葉のくだりが、なんか、めちゃくちゃ、なんか、柴田さんから怒られてから、永遠に引っかかるんですよね。なんか、わざわざそれすんのかなって、椿と桜で、あの完璧なる教養っていう名前の人間をわざわざ作んのかつっ て, てかホワイトルーム生って名字ってさ、どうなんだろう、あれ親の名字なのかさ、あ要は名字と名前セットでもう作られてるのかっていうところ気になるよね、ちょっとね。けどあれ英才教育機関でしょ、言うなら。そうだから預けられてるとは思うんだけどね、うん、そういうことだ。まあただ天沢に関しては試験官ベビーっていうことは分かってるから、うん、そうそうそう、だからパターンがあるんだろうね、うん、うん、多分ね、うん、だからそこら辺もちょっと気になるよね。まあちょっとまだ情報が足りてないから、うん、まだ分かんないな、石上くんに関しては。石上分かんないですね。あとはあれかな、正直石上はまあ保留しといて、次の官邸は多分茶柱星の宮フォーカスじゃないですか。そうだね、あの昔の過去回想入りそうだ ね, ちょっとね。ていうか絶対僕の予想なんですけど、最初茶柱の独白だと思うんですよそうだね、絶対入るねこういう時絶対そういうキャラの独白じゃないですか。間違いないね。あのいかに茶柱先生本気になるかみたいな感が感になりそうだね次はね。で茶柱が堀北クラスの1位になるんじゃないですか多分。あ、そうだね、きっとなりそうだね。けどね、この2学期の、ね、特別試験の下りでね、僕ね星の宮一ノ瀬クラス崩壊すると思ってるんですよね。んー、なんかちょっとやばそうな気するね一ノ瀬がもう精神的にちょっとね。だってここで茶柱に星の宮がやられ、一ノ瀬もここでブラックアウトしってなったら、うん、もうどうなるクラスみたいな。誰がここで神崎が出てくるんだ。神崎が出てくるなるほどね。なんかさ、綾野浩二も若干 B クラス気にかけてんじゃん。なんなら B クラス一番気にかけてるまであるよ、あいつ。いや、っていうかね、ラノベこれね、1年生編のラストぐらいからね、うん、B クラスのモブキャラ出しすぎ説あるんですよね。そうだね。なんか今回もさ、あの、なんだっけ、姫野だっけ。姫野出た。あいつ、なんかさ、あいつに綾野浩二がアプローチかけてんの、相当なんか浮いてる気がするんだよね。あの時の綾野浩二。なんか、なんであんな行動取ったんだよっていう。そうそうそう、あそこ相当メッセージ込められてそう、綾野浩二の行動の。ひねののビジュアル好きなんですよね。あのなんかメッシュ入った感じのね、ツインテールみたいなね、うん、なんかちょっとダウナー系な目してるやつ。そうそうそうダウナー系女子ラノベ好きなやつら好き説っていう。あるね、それはある、うん、だからなんか B クラスが割と鍵を握ってくるような気がする。まあそうですね、まあ解釈があるんでね、まあどうせとどめさすんでしょう、ね、何をもって解釈なのかもまだわかんねえからな。でしかも解釈ってなんか意味何個かあるじゃないですか。あるあれ、なんかもう紛らしいんですよね。だからそうだねしかも意味真逆なんですよね、あれ2つなんか。そうだねだからうーん、まあでも一ノ瀬周りの話だとやっぱひどかったね今回、一ノ瀬に対する。いやいや、なぐも、もうなぐもの話したくないもん。あいつもうええ、もうどうでもええ。なぐもはボコだからね。もうあいつはもうかませ犬だし。あいつ、なんでどんどん小物化するの、マジで。腹パン一発食らって。腹パン、そうそう。ワンパン気絶してからのさ、あの大物ムーブできるの、なかなかのメンタルだよね。あいつ、マジで、ほんまに、なんも強キャラじゃねえ。そうだね。あの、3年生使えるっていう、ちょっと強い武器持ってる小物。うん、
しかもさ、3年生のコントロールの仕方も小物じゃね。そうなんだ。ポイントを集めてさ、そのポイントで A クラスにさせてやるかもしれないよっつって。そう、なんか実力でねじ伏せてるとか、なんか龍炎とか、うん、坂柳みたいなカリスマ性が全く感じない。感じないよね。なんかもうさ、B クラスに落ちるぐらいやってほしいな、マジで。なんかやってることが、あの金持ちのボンボンと一緒なんですよ。そうだね。金欲しいだろうみたいな。そうそうね。まあそれが強さといえば強さなんだけど、かっこよくないんだよな。けどそういう金持ちのボンボンキャラが普通の青春恋愛物語でできたら、ただのかませに負け、ね、負けキャラなんですよね。だからあれじゃないの、キリュウイン先輩にさ、もう下克上食らって B クラス落ちしちゃうんじゃないの。キリュウインはね、絶対あの工事の味方になる。いや、キリュウインマジで好感度高いからな。キリュウイン大好き。もうキリュウインいいよ。なんかさ、最初に出てきた時さ、なんか周りはすげえ色物色物みたいなこと言ってたけどさ、一番常識人まであるよね。そうだね。キリュウイン先輩。あとあれだ、キリュウインで思い出したけど、高円寺の動きが読めん。高円寺、今回さ、一回も出てない？もしかして。名前だけ出てる。名前だけ出たよね。うん、名前、みーちゃん？みーちゃんと、うん、あの、二人で。そうだそうだそうだ。一緒になんか宝探ししてたね。でもみーちゃんと絡み多いんですよね。その、なんだろうね。一年生編の何巻だったかな？十一巻とかでもみーちゃんと通称だったし、うん、少し。なんか、なんだろうね。高円寺がみーちゃんに惚れて、とか。まさか。なんか、なんかあれ？いや、高円寺の動きマジでわかんないね。てか、高円寺が何者っていうの明かされない限り、マジで。わかんないね。うん、なんでさ、だから普通に強すぎだよね。普通の強すぎて、しかも、あいのポーチともワンチャン対等レベルの強さっていう。うん、多分、パワーじゃ勝てないでしょうね、きっと、ね。人類最強の男よ。ね、なんなんだろうね、あいつは。高円寺敵に回るみたいなケース、もしかしてあり得る？なんか流れに、いや、僕はね、あの綾小路がちょっとやばいなってなった時に、うん、もう最強の切り札として出てくるんじゃない。出てくる。それやったらさ、今までの反動でめちゃめちゃ好感度上がるね。そうそう。ちょっと綾小路がまずいと思った時に保険を作っておいてよかったみたいな感じで、うん、もう救世主的な感じで綾小路ボーイっつってくるの。めちゃくちゃかっこいいやんって。うん、ここは任せて、なんか、先に行け的な。うん、そうそう。それかっこいいね。急に来るやん、高円寺みたいな。それ反動で相当いい感じになるな。それちょっと期待したいね。しかも、あの謎ムーブで、僕、もう一パターンが、高円寺のあの謎ムーブは、もう常に誰かに指示されてるんじゃないかみたいな。うん、ああ、高円寺の裏に、また誰かいると。高円寺が自発的に動いてるわけじゃなくて、あえて場をかき乱すように、やらされているというか、なんかのエージェント的な立ち位置みたいなね。なんかの視覚的な感じでいる説みたいなのも僕の中で若干あるんですけど、妄想の域出ないんで。そうだね、情報としてはまだ何もないけど、面白い考えではあるよね。だって高円寺の動きが謎すぎて、あれが誰かに指示されてることであれば、まだ納得いくところもあるなとか、うん、そうだね。高円寺ってまだ致命的な何かはしてないからね、意外と。なんかね、てかあのね、なんだかんだクラスのプラスになってるんですよね。貢献してるよね、なんだかんだね。あの、結果論にはなっちゃってるけど、貢献してるというか、うん、デメリットはあんま負わせてないからね。そうなんですよね。で、今回の宝探しゲームでも結局高円寺ポイント取ってるし。そうだね。うん、まあ、もしかしたらなんかしらそういうね、やつ可能性はありそうだね、うん、それ結構面白いかもしれない。そうで、その伏線、うん、僕たち何一つ気づいてなくて、明かされた時に あの時のあれこういうことかってなって、なんかブワーってなるみたいな。そんなこと言ったらこの視聴者探しちゃうんじゃないの。あるかもしんねえっつって、一巻から読み直すか。あとあれだ、あのクラス番号があの各クラスで被ってる人がいるみたいな。ああ、はい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 、あれもなんかの伏線でしょ、今後使われるやつでしょ、うん、って、うん、なんか情報量多いからさ、うん、なんか忘れてるところに何かあるよね、きっとね。え、絶対ある、絶対ある、うん、もうわけわかんない、正直わかんない、情報量多すぎる。とにかくわけわかんない、もう妖術ばっかりは。なんかキャラのな、キャラもいっぱいいるからさ、わかんなくなってくるんだよな。どのキャラが どの何年何組にいてさ。そうなんよね、まあまあ大体覚えてはいるけれども、
まあ、それでもね、なんか急にモブキャラの名前とか出されるの誰やねんみたいな。なるなるなる。まあでも結構モブキャラっぽかったのがさ、結構頑張って成長してるキャラいっぱいいるからね。いや最近平田出てこなさすぎてかわいそうなんだけど。平田マジでいつから出てねえんだ。平田いいキャラだよ。いいキャラいいキャラ。2年生入ってから、ま、もう全然出ねえもん。綾野浩二にだいぶ心開いてさ、そう使いやすいキャラになったはずなのにさ、そうなんだよ、出てこないね。そうなんだよ、本当にナイト的なコマだよ。メンタルやられる時の方が出回ったね。闇落ち平田ね。闇落ち平田ね、うん、あの確かに今回も出てないな。そうなんだよ、なんか平田の扱いをもう見ての方が出てるじゃん。そう。あのね、みーちゃんがその高円寺とか言ってるけど、みーちゃん平田なんだよ。ああそうだね、平田平田みーちゃん高円寺に取られていいのか。いやーまあ恋愛周り結構面白かったからね今回はね。池と篠原はええわ、あれはまあまあまあもうええ、仲良くやっていいよって感じ、うん、別に面白かったし、あの、あ学生らしい恋愛しとんなって感じだけど、そうだね、あの多分池と篠原の恋愛にそこまで興味を寄せてた人はあんまりいなかったと思う。そうだね、まあ池の成長のチャンスになってよかったねって感じかな、うんうん、あとは誰あれかな、綾野浩二グループ周りでも若干恋愛要素入りそうな雰囲気かな、まあ、桜の扱いが雑い。桜はもうしばらく出番なさそうですね。愛理は何なんだろうね、最初に出てきた時はメインヒロインクラスで出てきたのに。もう無理だよ。だってあの、なんだろう。能力が追いついてない。妖術の一年生編が終わった時のそのヒロインフォトブックみたいなのあったじゃないですか。はい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 。あの時に並んでたの、一ノ瀬ほなみ、軽井沢系の後に続いてきたのが、堀井北鈴音、ね、椎名日和で、だったじゃん。そんな感じだったじゃん。そうだね、うん。だから、そのところに乗ってねえ時点で、ね、もうヒロインレースにすら乗れねえんだよ。そうだね。妖術さ、最初に登場してきたさ、まあ、3人ヒロインって感じだったじゃん。愛理、櫛田、堀北。まあ、櫛田に関しては早々に、まあなんかちょっとおかしな立ち位置になっちゃったけど、うん、まあなんか、軽井沢に。堀北しか残ってない。堀北もさ、ヒロインかっちゅうとさ、まあ、あの、まあ、仲間つうか。いや、けど、妖術はシリーズとして、堀北育成ゲームっていう。そうだね。位置づけもあるから。堀北主人公だからね、ほとんどね、うん、もう。だから、あの、ヒロインじゃないけど、うん、ヒロインみたいな。そうだね。うん。ヒーロー、ヒロインにおけるヒロインというか、主人公的なヒロインというかね。そうそういうこと、そういうこと。なんなら俺、綾小路 VS 堀北が俺最後なんじゃねえかなってずっと思ってる。てかね、それが一番熱い展開ではあるけれども、うん、綾小路がクラス移動する時に、うん、したとするじゃないですか、それで。うんした時に、あの、綾小路の目的が分かんないですよね。平穏な学生生活を過ごしたいっていう、あの、目的からの、で、今 A クラスにどうのこうのみたいになってるじゃないですか。うん、あの、ブレブレなんですよね、その、茶柱。なんかね、うん、あの、今回さ、あの、なんか、カツラギとちょっと話するシーンあったじゃん、綾小路が。なんかそこでさ、もう平穏無事な、あの、高校生活を送る気はない的なことを言ってたから。言ってた言ってた。てか、その後に茶柱にも本気出すみたいな。そうそうそう。だからもうなんか目的がなんか違うものになってるんだろうなと思ってて。そうですね。そう。なんか俺動画の方で考察したのは、綾小路なんか、とりあえず育成したいんじゃないかなと思って、いろんな人たちを。まあ、てか、育成して、観察して、人間性を理解して、自分の人間的成長につなげたいのかなと思うところもあるんですけど。俺ね、どっちなんだろう、俺、なんか、綾小路は自分を超える存在作りたいのかなとか、ちょっと思っちゃった。なんか。だから、ホワイトルーム生の自分が、ホワイトルーム生を倒してくれる存在を作りたいってことでしょ？そうそうそう。俺の予想はそうなってる、今のところ。けど、それだったらね、僕、ほんとね、一定集中で、龍炎と坂柳だけ育成しときゃいいんじゃないかって思っちゃうんですよね。そうだね。それだけで多分もう綾小路に一番晴れるから、そうだね、もう正直それでいいと思うんですよね。なんかこんな、ま、種まく必要あんのっていうなんかさ、もうクラス関係なく種まきまくってっからさ、そうそう、成長させようとしてるから、もう龍炎と坂柳じゃん絶対みたいな、ね、可能性あるの、うん、じゃあもうそいつらだけに特化してやれよっていうなんかまあ分かんない、本当に育成ゲーム楽しんでる疑惑もあるからな、マジでだけど綾小路の目的が明確化されてないから現状の、うん、
そうそう、だからそこをまあ予想するのもまた楽しみでって感じだった。てか読者はね、その堀北が主人公ってなる理由もわかる、ある理由絶対あれなんですよね、うん、堀北の考えてることとか思いって全部読者わかるじゃないですか。わかる、書くから。けど綾野浩二の考えって何も書かれないんですよ。わかんないね。その時どういう意図で行動してるかすら書かれないっていう。そうだね。そう、結局行動し終わった後の結果からも分かんないからね。そうなんだ。一体何が目的だったんだろうみたいな、ね、もうだから綾野浩二って主人公だけど主人公じゃないんよ。何だろう舞台装置に近いよね綾野浩二って、ね、きっと、うん、てか綾野浩二が高度教育育成行動学校に入ってきたなんか一つのなんて言うんだろうな、かき乱す分子的なやつで、そうだね、それが入った高度教育育成行動学校の学生たちはどうなっていくのか。そうだね、それに近いね。うん、そういうなんか高校自体がなんか主人公というかね、うん、なんかそのあり方が主人公的な感じの。だって多分次の巻茶柱と星の宮の話マジ多いよ。あ、まあこう過去回想で何ページ使うんですかねって感じ、ね、そうそうそう、でその後茶柱の成長でしょ。そうだね、めっちゃ使うじゃん。多分熱血先生になるんだろうねきっとね。相当ね。いやまあでも綾野浩二本気出すって言ったからね、どんぐらい本気出すのか気になるけど、何回も言ってっからな。綾野浩二本気出したらほぼ無双しすぎる気がすんだよ。それはそれでやっぱ面白みちょっと少なくなっちゃうからね。そうだから強敵出てきてくれってなった時に、まあ次回はまだ学年の特別試験だから、うん、そうだね、まあ坂柳も龍炎もいるし、で今回だったら茶柱星宮の特技があるんだけど、結局ね僕の中でね同学年の勝負が一番熱くて、そうだね、その矢神も南雲も綾野浩二劣化というか、もうなんか、うん、大なり綾野浩二、小なり矢神、矢雲みたいな、なんかその他もろもろみたいな、ね、抜けなくて、うん、あとやっぱさ学年違うとさちょっと戦いが間接的すぎるよね。ちょっと直接的じゃないじゃん、なんとなく、うん、そこだけ気になるんだよな。そうなんです。だからやっぱ同学年で戦いをちょっと盛り上げてほしいってところはあるけど、まあ散々1年生編でやりまくってるからね。正直ね、僕たちがこう考えてるのくらい分かってる、先生は分かってるはずだから2年生の中にホワイトルームスで忍ばせてるんですよ。2年生の中いるか。誰だよ。でもやっぱ綾野浩二に双璧をなす敵キャラがやっぱ欲しいよな、1人。いやガチでな、今まで謎のこととかって起きてました？なんか綾野浩二に不都合なこととか、今までなんか誰が動いたみたいな、明確化されずに何か起きてたこととかありました？いやー、いや、ないんじゃない、そんな分かりやすいのは。それがもしあったら、それはなんか裏で動いてたキャラがいたみたいな説明するんですけど、うん、そうだね、誰、なんかあるかな。まあでも少なくとも綾野浩二が平穏無事な生活を変えざるを得なかった事件がやっぱ一つキーになるんじゃない。あ、うん、要は表に出されちゃったわけだから、そう考えるとどこになるんだろう。軽井沢が、軽井沢の時は龍炎たちにつけて、ね、あれだよね、 船あたりからだよねきっと、あの1年生編の夏休み終わりの船で、てかまあそこから物語面白くなったんですけどね。そう、そこら辺になんか裏で関わっている人物がいたら、そこら辺からなんじゃないかな。綾野浩二がただ3年間平穏無事に済ませないようにした人物みたいなのね。そうだ、最近僕一緒だけちょっとだけ妖術の不満点あるなら、うん、綾野浩二の無慈悲さがだいぶ薄れてきてる気がする。ああ、そうだね、最初軽井沢の時とかも、もう傷えぐってえぐってえぐって自分に寄生させたじゃないですか。そうだね。でえぐったの綾野浩二なのに、7巻であのなんか綾野浩二が全て救ってるみたいな、なんかそうだね、なんつったらいいんだろうな、なんかそのどぎつさみたいなのあるじゃないですか、うん、でなんかアニメのラストのシーンとかでもなんか同じようなセリフみたいなのありましたけど、うん、やっぱどぎつさみたいなものが綾野浩二見えてたのに、なんか最近はちょっと薄れてるというか。でも俺さ、あの恋愛カリキュラムはさ、いやあれはあれちょっと寒気したわ。あれはだってずっと軽井沢ムーブじゃん、それも。そうそれもずっと軽井沢ムーブ、軽井沢のためを思ってだけどさ、うん、あそこも結構
クールすぎないかなと思ったけどね。誰かのためではあるけど、それがすごい計画的というかね。誰かのためっていうか、もうあれはもう、まあ、軽井沢成長のため。普通になんかもうあれだよ、あの A クラスに行くため の, あの最後のパーツとして軽井沢を優秀なパーツにしようっていう意味合いで、ね、あの軽井沢の今のデメリットとか成長最後の壁を乗り越えるために何が必要なのか、それは依存規制させて依存先がなくなった時に自分で立ち上がれる能力が必要だ。そうだね、依存タイプ解消のためだからね。それをするためだけにやってるっつって。そうだ、ね、けど付き合ってるなんか恋人としてのやり取りとかで、うん、なんかいいなみたいな反応してるじゃないですか、たまにしてるね。であいつけど軽井沢だからいいんじゃなくて、恋愛そのままいいなって反応してるだけだからそうだね、誰でもいいですよね、多分そうだね。だから軽井沢に対する愛着ないからね、きっと。だから軽井沢ペッて捨てて、あの1年後また同じ場所でどうのこうのとか一ノ瀬と言っとったから、最後一ノ瀬と結ばれるとは思わないけど、うん、どうせ恋愛ムーブやるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、一ノ瀬。難しいよね、俺さ、メタ的なことを言うならさ、うん、こっから軽井沢にひどいことをしすぎるとさ、綾小路にヘイトがたまりすぎるっていう可能性もちょっとあるじゃん。いや、どうせ今回の一ノ瀬振る時みたいに、ナグも使うじゃないですか。ナグも使うよ、ナグもヘイト逃がすどっかに逃がすんですよ。あとさ、軽井沢が振るっていう可能性あるよね。てかそれは軽井沢を振るように綾小路が誘導する。そうだから要は成長を軽井沢からこう自発的にさせるために綾小路を軽井沢が振るっていうことで、うん、綾小路ヘイトをなくすっていうね、うん、それはありそう。ただもうそれは結局綾小路が自分を振らすために動いてるから、そう大して変わらない。そう言ってるのが変わらないんだよね大して変わらん。それなんか最後の結論どっちが言い出したかの差であって、そう軽井沢目線から見るとなんかね自分が振ったになってるけど、読者目線から見ると綾小路が振らせたっていうねにはなりそうだよね。そう結局一緒じゃんみたいな。なんかさ、俺結構感想見るとさ、軽井沢可愛い、軽井沢になんかちょっと推しを変えます的なツイートを見たんだけどさ、大丈夫かと思った。今推し変えるのはやめといた方がいい。やばいぞ、軽井沢このままだと大変なことになるから心が壊れるぞと思った。本当にまずいけど、多分ね、僕絹川先生性格悪いと思うから、ちょっとそういうところ、うん、7巻とか、そのなんか修学旅行編とかあるじゃないですか、うん、あの辺とかでめちゃくちゃイチャイチャムーブ入れると思うんですよ。一回入れる、めっちゃ入れて、軽井沢かわいいなってもう散々思わせてそろそろカリキュラム終わりかみたいなことして、ありそうお前なんてことすんだよみたいな。とりあえずさ、あの軽井沢との付き合いを公表するじゃん、うん、一回さ、この後ね、だそこで一回ラブラブムーブ挟むでしょ絶対。軽井沢デレデレムーブだよ。あの軽井沢 7.5 巻の時に1年生編の、うん、佐藤さんの時の下りで、うんうん、あれ多分軽井沢がいなかったら佐藤さんと付き合うじゃないですか。付き合ったら、ああなりそうだね。でその時に、うん、なんかセックスしたいみたいな話してたじゃないですか、うん、だからセックスすると思うんですよ。やるかそれちょっと、でもそれやってからさ振らせるとさ、うん、ちょっと綾小路にヘイト溜まりすぎちゃうんじゃない。もしくは軽井沢の次に体を求めるか、うん、けど綾小路も恋愛の教科書として恋愛っていうものを学ぼうとしてるから、 あいつ好奇心の鬼で、ね、恋愛感情とかどうのこうのとかないから、だから知識欲満たしたいみたいなね。そうだから、そういうのしたいって言ってんだったら多分絶対するんですよ、どっかのムーブで。やる一歩手前ぐらいで止めるか、軽井沢に振られるために違う女抱くのか。まあ、そこまでやりすぎじゃね、さすがに。なんかおいおいのさ学校生活に支障結構出ちゃいそうだからえ、けど軽井沢は絶対言いふらさないですよ。あ、まあでもちょっと怪しい雰囲気には一回なりそうな雰囲気あるね、うん、やっぱ次のだってなんかさ、ステップアップ的な話ちょっとしてたじゃん今回。キスをして、うん、なんか一つ上のステップに進んだってことはさ、まだステップがあるってことでしょ。するか、じゃあエッチなんだな。そうか、セックスをするのか、用事でついにそんなシーンが入ってくるのか。うん、けどなんか 11.5 巻で、あのあれ、うん、前の工事の部屋に一ノ瀬が来た時に、なんか濡れた髪をこう、うん、なんか触った時とかに、はい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 、このまま唇をなんとかなんとかしたらの、うん、その押し倒したら、まあ、一ノ瀬は拒否しないだろうみたいな、なんか、うん、あったあったあった、何したいのお前みたいな。てかね、前の工事むっつり説あるから、あいつ。いや、むっつりっていう次元にも言ってないですよ。性欲に
とりあえずしてみたい、してみたいなんですよ。そうそうそう知識欲と性欲がなんかごっちゃになってるから、あいつ。あいつ。あいつ、ほんまな。とりあえずちょっと経験してみるか的な。多分あの、ホワイトルームで育ってきてるから、G 行為もしたことないんですよ。ああ、なるほどね。いやそこら辺ちょっといびつだからね、綾小路はかなり。いやまあ綾小路がどうなるのかって話だからな、結局なんか、うん。結局ね。あと、幼稚の最終着地点ね。うん。卒業して、まあ、僕、うん、安牌なのは卒業してホワイトルーム戻って終わりだと思うんですよ。あ、戻る。俺ね、綾小路が教師になって、ようこそ実力至上主義の教室へって言って終わるが、俺の中での有力説。暗殺教室じゃん。そうそう。暗殺教室じゃん。そんな感じが俺の中で。暗殺教室じゃん。あのね、妖術で綾の子、いや僕はそんなハッピーエンドはない。ない。ダメかな。あのハッピーエンドは僕妖術においてはそんなないと思ってる。マジで。うん。俺ね、ホワイトルームぶっ壊すまで行くんじゃねえかなと思ってるんだけど。ホワイトルームぶっ壊す？ホワイトルームの存在価値を消すみたいな。だからホワイトルーム生が素晴らしいものじゃないでしょうけど、それって綾小路が負けたらそうっていうわけではなくて、正直綾小路もホワイトルーム計画の一端でしかなくて、で今のところ最強、今のところ最強であって、しかも優秀な生徒っていうのは変わりないから、ホワイトルームの目的は果たしてるんですよ、もうその時点で。そうだね、その最強の世界一の人を作りたいわけじゃないから、ホワイトルームって英才教育機関であって、だからもう現時点で達してるから、だから物理的にホワイトルームの意義をなくすなんて不可能なんですよ、今の段階。そうなんだろうね。ただあれじゃない、ホワイトルーム生が抱えるなんか根源的問題みたいなものが明らかになったら。いや、けど、それは綾小路工事の後に天沢一華とか矢上でコミュニケーション能力をみたいなプログラムであったじゃないですか。できるあいつらでもうまくいってるかっていうと。いや、そうなんだけど、あの、改善はできる余地があるってことじゃないですか。言ってしまえばね。そうそう。で、綾小路がもしここで人間味を取っ学習してコミュニケーション能力を得たら逆に成功なんですよね、ホワイトルームとしては。確かにね、事例としてこうこうこうすればこうなるっていう、うん、完璧な人間が生まれるってなるじゃないですか。だから、そうだね、どうあがいてもこの物語ってホワイトルームの失敗っていうルートが見えないですよね、僕の中では。そうだね。うまあ可能性としてあるなら、まあ一枚岩じゃないって言われてるのがあるから。あ、そうですね、次そこら辺のなんかぶつかり合いとかね、出資がなくなるとかね、リアルな話ならね、もっと大きい方ね。そうそうそう、そこら辺はありえそうだけど、まあ難しいかね、うん、けどそれは、うん、終わり方としてどうなんだろうか。ホワイトルームに戻るっていうのもなんかちょっと、僕なんか、いやただ本当に休息の3年間描いてるだけやったなって感じで終わる。マジでそれ満足するかな、読者。いや、どういう終わらし方するか分かんないですよ、最後のオチは。分かんない、けど、分かんないけど、ホワイトルームに戻らないっていう選択肢をどう作れるのか僕全く予想できなくて。らしいね。まあ親父と戦わなきゃいけなくなるからな。そう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 。じゃあもう妖術のあの高度教育成高度学校外の話になってくるじゃないですか。そうだね。むずいけど、まあただ問題はね、衣笠先生は物語の終わらせ方があんま上手くないっていう。あ、そうなんだ。あるんだよね。そうなんだ。これはの、まあ、ゲームの話だけどね。それ僕ガソスタでバイトしてる時にめっちゃ言ってました。あの先輩が衣笠先生のゲームやってるけどねっつって。まあただ納期の話とかがあるから、うん、書籍だとまた違うと思うんだけど、ゲームはどうしてもね、まあ、正直終わらせなきゃいけないから、永遠悩めますからね、これに関しては。そう自分がね主体で動けるから、うん、なんならちゃんとするまで出さなきゃいいだけだから、うん、結末ある程度、まああの固まってる可能性もありますからね、連載からめちゃくちゃ期間経ってるんで。だからまあ書籍の方はまあ安心感はあるけど、なんか割とね、ぶん投げ終わりは結構これまであるから。そうか、だってなんか、ようこそ実力至上主義の教室はもう暗殺教室なんですよ、マジで本当に。まあ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 、いや俺の中では今それが有力説。ベタベタだけど、教師か、なんか要は教育に興味持った綾小路が教師になるエンドみたいな、ね、だから相手をなんか成長させていくみたいな。そうそうそう、高度教育成功とか、けど教師は別に生徒のこと成長させるというか教育しねえからな。あんな学校現実にあったら大変なことになるから、普通の学校の教師やった方がいいよ。綾小路それしたいんだったら。なるほどね、絶対。ホワイトルームで教師になるとか、あ、
けどホワイトルームの指導者になるのはあるんじゃないですか。そのホワイトルームをまともにするっていうか、その人間の教養もちゃんとつけさせて、もう学校教育機関に近いような形でホワイトルームを作るみたいな。あ、ホワイトルームと高度教育育成高等学校の制度ってちょっと似てるところあるから。そうだね、合同するではないけれども、あ、なんかいいとこ取りの機関を形成させて綾小路が仕切るみたいなのがあるかもしれないですね。綾小路学校を作るエンド、学校を作るホワイトルーム前身の教育機関作って、うん、高度教育育成高等学校も言ったら優秀な人材を作るためっていう目的で、国がね作ってるって話だからね。でホワイトルームは綾小路パパが英才教育で優秀な人材を作るって目的が一緒なんですよね。そうだね、なんかだからどっかでぶつかるような気がするし、なんか綾小路の父親って国となんか関わりあるっぽいから、うん、めっちゃでかい存在らしいです。そうそうそう、なんかフィクサー的なね、うん、だからそこら辺の対立はなんかちょっと挟みそうだよね、後半の方で。そうですね、うん、学生学校自体のぶつかり合いというか、しかもその理事の坂柳父と綾小路父は関わり合いを持ってる人間たちなので、もともとそうだね、だから上でつながってんだろうねきっとね。そう、だから何かしらその辺で起きるとは思うんですよね。だからあれじゃないの、あのホワイトルーム制 VS 高度育成学校の生徒たち、高度教育育成高等学校みたいな VS で、要は国からお前らどっちが優秀なんだと、どっちがこれからの国を支える教育システムとして成り立つんだって、バーサスでやるみたいな、うん、だから綾小路はいっぱいその種、成長の種をまいてるみたいな。ああ、だからもうそこまで全部読んでてね、読んで いずれあの学校同士の戦いが始まるから強い生徒を育てておかねば。何の作品何の作品よ、もうわけわかんねえよ。わかんない、そんな全然関係なく普通に A クラスになるかどうかで終わるかもしれないけど。なかなかね、いろいろな考察余地がある作品ということで。わかんねえ。要素多すぎて。要素多いね。いやー、まあ、こういうのが話せるのが醍醐味だから。妖術は無限にいろんな考察出てくるからね。そう、星宮先生が真島先生とエッチしたことがあるのかみたいなね。ああ、行く手前ぐらいあったんじゃない昔、うん、でなんかさ、あのホテルに連れてったら寝ちゃったみたいなところは経験があるから、もうお前なんかいいわってなってるのかもしれない。それはでもありそう、うん、星宮先生は好きだからな、めっちゃあのキャラなんか結構いいよね、うん、チャランポランに見えてさ、なんかちょっとね、闇抱えてるから。そうそうそう、でも学生のこと根に持ってるからなあいつ。相当引きずりすぎなんだよ、茶柱も引きずりすぎだし、お前ら本当は大人かっていう。ちょっと子供だよね、どっちも。お前らもう過去のことなんだから、いい思い出だったよねっていいじゃねえか。まあまあ次はそこにスポットが当たるんでしょうきっと、うん、うん。大人がちゃんと大人になる話なのかもね。確かにね、大人が大人になる話いいっすね、それ。ああ。まあまあまあ、まあ、なんか話し足りないことあります？ 4.5 巻。まあ 4.5 巻は総じてこんなもんかな。ああ、うん、まあ。割とそうだね。だいぶ話したね。そうっすね。だいぶ話してますよ、これ多分。ね。1時間弱ぐらい話してるかもしれない。もうめんどくさいからずっと妖術の。なんとかなんとかとか言って、だから話がなんか飛び飛びすぎて、そうだね、いろんなとこ項目ごとに話せてないから、そうだから、あの多分あの上のテロップは全部妖術の話みたいになってる。そうなっとる。だってもう話が行ったり来たりしすぎて、うん、それこそさっきのあれよとか言ってるから、その2番とか振っとっても2番3番2番5番2番みたいな。なんかさ、マジでこれ妖術の話しようぜって言ってるだけでさ、深いさ段取り決めてないからさ。マジでさ、ただあの好きなもの同士が話し合うだけだからな。オタクが妖術についてただ語っとるだけみたいな。これマジで楽しめてるかな今聞いてる人。妖術読んでる人だったらまあ楽しんでくれるんじゃないですか。まあまあまあ、たまにはこういうさ好きなもの話しまくるっていうのもまあいいでしょう。あ、いいですよ ね、まあまあまあ、あとそうだ、ゆきともさん誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。先週誕生日、遅れてるだっけ。そう、遅れてる。はい、イリアの空 UFO の、ね、ちゃんとトレンドにも乗って UFO の日、まあまあ山崎さんもね6月
13で誕生日ということでね、ありがとうございます。なんか配信者6月誕生日バカ多かったっ、めちゃめちゃ多いんだよね。なんか6月どうなってんだよ、わかんない。なんかさ、来年ぐらいみんなでなんかやってもいいかもね。確かに。あ、6月6月にこんな生まれるってことは、うん、親が同じようなタイミングでいたしてるってことじゃないですか、まあ、なんかあるんすかね。10ヶ月戻ればいいのか、大体。けど10ヶ月で妊娠してるってことは、うん、受精期間とかも考えるともうちょっと前になるのかな親のそんなの想像したくねえな全然いいじゃないですか10から11前ってことは7月8月、うん、休み期間なんちゃう。7月8月お盆で汗だくになりながら、なんか想像したくねえな、さすがに。まあ休みが重なってから、ああ、お盆にかやる時間があるみたいな、お盆に妊活をしましょうみたいな、わかんないけど、まあそんなこと言ったら何月にもいっぱい重なる人いっぱいだろうって話だからいや、なんかあれじゃないですか、結婚とかってジュンブライドがどんどんあるじゃないですか、ね、だからその、うん、妊娠っていうかそのね、子供産むっていうのもそういうのあるのかなみたいな。まあ確かに、まあでもクリスマスとかさ、そこら辺は多いんじゃない、さすがに。せいやの時期はさすがに多いんじゃないの、まあ、じゃあ年後が生まれますね。そうだね、うん、まあまあなかなか、まあ6月せっかくこんなにね、たま集まってんなら、うん、まあなんかもう終わっちゃったけど6月来年あれしますか誕生日会しますか、みんなで。やってもいいんじゃない、本当に固まってっからね、うん、ラノベアニメ YouTuber は本当に、うん、まあ、あの呼びかけてこなかったら2人でしましょうよ、誕生日。そうだね、一緒にやろうかケーキ囲んで乾杯っつって話しすぎるな男2人で男2人が寂しいのか。だけどそれだったらあれですね、フィギュアとか置いて女の子を入れて。なるほどね好きなヒロインのフィギュアを置いてやるって。だってさ、いや、それこそよ、いや、これはしないけど、例えばよ、例えばコンパニオンとか呼んだら呼んだで何か言われるじゃん、絶対。絶対ダメでしょ。絶対言われるじゃん、もう。そんなの、うん。そしたら俺、来ないよ。山崎さんだけで配信やらせて。だから違う。例えばや、もう違う。なんでよ、それ。例えばなんじゃん。だから無理やろっていう話よ、これは。そうだね。うん。まあ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 。こんぐらいの感じがいいんだよね、きっと。いや、なんだよってなるからね。そうそうそう。男だけでやる誕生日会、いいんじゃないでしょうか。まあまあ、誰かに予想させたらいいですから、結局。きつ。俺は VTuber だからさ。あ、いけますね。側だけ変えりゃいけるか。側だけ変え。で、ボイチェン使ったら。ボイチェン使えば。清成先生みたいな。それ、なんだろう、俺が慰め者にならなきゃいけない。いやすぎるんだけど。確かにはちょうど変かもしれないけど。まあまあまあ、まあまあ、こんな感じで、もう年を取っちゃいましたが、はい。はい、まあまあ、いいタイミングで、ラノステ始められたんじゃないですか。お互いに、誕生日絡んでね。はい。まあ、こうやって2人で、ほんまに好きな話、適当に話すのもありですね。全然あり。全然楽しいからね。楽しい、うん。普通に。やっぱゲストの人を呼ぶのも楽しいけど、緊張するからね。うん、そう。いや、あのね、たまに本当に僕の、その、いや、皆さん尊敬してるんですけど、ラノベを好きになるきっかけとなったルーツの作家さんとかが来ると、あのガチガチに緊張して何の話したか何も覚えてないみたいな、よくあるから。そうだね、宇野ボクト先生とかもやめて。そう、宇野ボクト先生の時マジでやばかったまあ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 、なるよそれはさすがに。だからたまにね、たまにっつうか基本このスタイルでね、たまにゲストを呼ぶぐらいの方が、まあそうですね、あのメリハリも効くと思うんで、じゃあもうここからは 2,3 回に1回ぐらい、そうだね、ゲストを呼ぶみたいな形で、まあまあね、あの予定も若干あるっちゃあるから、うん、楽しみにしておいてほしいですしね。まあ、そうですね、予定はもうすでにあのスケジューリングも組まれてる方もいるのでね。あれ、ゆきともさん、あ、動き出した。どうした、どうしたんですか。なんか動きが止まった、山崎さんと。え、嘘。うん、え、今つながってます。今大丈夫、 OK。 ああ、じゃあさっきの下りからいきますね。そうだね、はい。さっきの言われてない。ちょっとごめん、あの、うまく編集できてないかもしれん。ちょっと見てる人ごめんね。はい、まあまあまあ、あの、その作家さんとね、コラボする予定ももう決まってるところもあるので、はい、楽しみにしておいてください。そうだね。はい。はい、ということで、うん、じゃあ、今回はこれぐらいにしときましょうか。いや、もうだいぶ語ったしね。だいぶ白熱したね。しかも今回さ、あの冒頭からさ、あの間がないからさ、切るとこないよ。そうだね。一回もうどっちかが黙ってるっていう描写ところがなかったんよ。両方が黙ってなかった。永遠にどっちか喋ってるから。
切れんのよこれ。あ、もうフルで見てください皆さん。カット編集なしで。あの上だけねこう変えて、しかも妖術とかむちゃくちゃやから上も変わってねえかもしれないはい、ということで、はい、じゃあ、第7回ですかね。はい、はい、僕らのラノベステーションこれぐらいで終わりにしましょうか。はい、終わりに、はい、ということで、じゃあまた次回お会いしましょう。はい、さよなら、バイバイ、バイバイ、また来てください、また。